皆さんこんにちは。伊勢神宮には普通の参拝ともう一つ正式な特別の参拝方法があるというのをご存知ですか？それは御垣内参拝と言います。主人と二人で御垣内参拝に行ってきました。その時のことをお話しする前に、御垣内参拝についてご説明いたします。御垣内参拝というのは特別参拝とか正式参拝とも呼ばれます。御垣内参拝の垣とは何かと言いますと、例えば内宮の御正宮の場合、石段を上がって白い髭が下がっているとこの前で一般の方はお参りをします。その白い髭があるところがちょうど垣根で囲われているところです。御垣内参拝というのは、その垣根の中に入ってお参りすることができるというものです。内宮の場合、一般参拝される方の場所から左の方に行くと神官の方がいらっしゃって、御垣内参拝の受付のところがあります。そこに行けば誰でも参拝できるのかというと、そんなことはありません。大抵の場合は断られてしまいます。御垣内参拝を受け付けていただけるのはどういうことが必要かと言いますと、3つ条件があります。それを1つずつ説明していきます。まず心がけとして服装です。男性はスーツの礼服、女性はそれに準ずるものとして礼服を着ることが望ましいとされています。なぜ礼服を着るのかというと、明治以前は一般人は伊勢神宮にお参りすることが許されていませんでした。それは天皇陛下しか参拝することができないところでした。それだけ格式が高い神社であるということです。二つ目の条件として、遷宮の寄付をするということです。それは外宮内宮の神楽殿にて遷宮の寄付をさせていただきたいとお申し出ください。間違っても御垣内参拝をしたいのですがと言ってはいけません。そんなものはありませんと断られてしまいます。伊勢神宮の立場からすると、御垣内参拝をしたいから寄付をするというのは本末転倒ということです。まず寄付をするということが大事です。ご存知かもしれませんが、20年に一度遷宮と呼ばれる建て替えが行われます。その遷宮には莫大な費用がかかります。遷宮とはどういうものかと言いますと、外宮内宮の御正宮だけでなく、摂社、末社の125社や、それだけではなく、箸や鳥居、調度品、滞納品など、ほぼ丸ごと建て替えるということです。平成25年の遷宮では、総費用550億円だったと言われています。そのための寄付です。寄付をすると、特別参宮帳というのをいただきます。そして外宮内宮の御正宮の横にある受付で特別参宮帳を見せます。そうすると神官の方が判定されます。主人と二人で御垣内参拝のツアーに参加した時のことを後編でお伝えします。